今回はリクエストがあったので、中国の家庭料理の二三品の作り方を紹介します。三種類の野菜を甘辛い味付けで炒めた三種類の料理ですが、肉はなくてもご飯が進む料理です。それでは作っていきましょう。材料はニンニク生姜各小さじ1、唐辛子の輪切り1本、乱切りにしたナス1本、じゃがいも第1個、ピーマン1個です。合わせ調味料を用意します。砂糖を小さじ1、紹興酒または酒を小さじ1、醤油を大さじ1、水を大さじ1、オイスターソースを大さじ1を入れ、よく合わせておきます。鍋に油を入れ、140度くらいの低温に温め、じゃがいもを入れ、揚げていきます。少し低めの温度の油でじっくり揚げることで、中までしっかりと火を通すことができます。火力は中火にし、一定の温度を保ちながら、じっくりと火を通していきます。大体2分から3分くらいかけてじゃがいもを揚げていきます。2、3分したらじゃがいもがきつね色になり、軽く浮き上がってきます。このようになっていたら火が通り、しっかりと揚がっています。わからないときは箸などを刺して確認してみるといいです。もう一度油の中に戻し、火力を上げていきます。油の温度が上がってきたら、ナスを入れて揚げていきます。ナスはだいたい30秒くらい揚げれば OK です。ピーマンはジャーレンなどに置いて、表面を上に向けて並べておきます。ピーマンは高温でさっと火を通し、サクサク感を残すのが目的です。硬い表面を上にすることでサクサク感が残り、彩りも良くなります。ナスが上がってきたら油を戻すと同時に、ピーマンの上に長さかけ一瞬で火を通す。ジャーレンが油を入れる鍋がない場合は、網にピーマンを乗せ油を通すようにするといいです。揚げた野菜の油はしっかりと切っておきます。鍋に大さじ1くらいの油を残して、ニンニク生姜唐辛子を炒めていきます。油でじっくりと焼き目を炒め、しっかりと香りを引き出していきます。香りが上がってきたら、揚げた野菜を入れ、すぐに合わせ調味料を入れていきます。軽く炒め合わせたら、材料と味をまとめるため、水溶き片栗粉を大さじ2分の1くらい入れて、とろみをつけます。最後にごま油を少量入れ、香りをつければ完成です。皿に盛り付けます。
れで G 幹線が出来上がります。この料理のポイントは揚げた野菜の火の通し具合と食感にあります。じゃがいもはホクホクで、ナスはジューシー、ピーマンはシャキシャキとした食感に仕上げることです。味付けは少し濃いめにすることで、肉なしでもご飯の進む美味しさになりますよ。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。